あのああいう賞レースね終わった後って、うん、それこそ審査員の方とか、うん、MC の雨上がりさんとかと、うん、話すタイミングってあるんですか。いや話すタイミングはないんだけど。あ、ないんだ。まあでもやっぱりその顔見知りの人がいるから、はい、まあ、なかなか俺はね言ったらそのちょうどあのアメさんが喋ってたりする後ろでちょっとこうなんか笑顔で見切れたりするぐらいの感じなんで、うん、距離感的にね、はいはい、あるんだけど、ちょっと関根さんがわざわざ自分のとこまで来てくれて、うん、いや本当すごく面白かったよって言ってくれて、でもそれがもうあるだけで落ちたけど、もう本当救われるというか、落ちたけどね、ね、だけど本当にね直前にね、あの関根麻里さん娘さんのね、はい、ラジオ番組も僕出てたのよ、はい、あのうちの麻里がお世話になって、うん、その件も本当ありがとうねって言われていやすごく嬉しかったそれに出てるってことまでじゃ把握してるんだ。そうそう、それも完全に把握してて、もう本当にもう、いやそれがあるからも本当落ちたけどなんか救われるっていうね。そうですね、うん、じゃあ3票入れてくれたらよかったのにね。いや言うなそういうことやめろ、本当にこの放送のこのエピソードの延長で言うな、お前。冗談ですよ、そんなことそれで3票とかは本当に、いや、もっと熱量あっていいぐらい断るのに